コールします。憲法を守れ、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 自衛隊を派兵するな、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 戦争反対、戦争反対、戦争反対、戦争
Yeah.
京都大学の高山加奈子教授です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。涙を呼びかけ人の高山加奈子です。こんばんは。京大から来ました。刑法と国際刑事法を研究しています。今日はここで本当の意味での積極的平和主義を改めて訴えたいと思います。積極的平和主義の発想の一つは、分かりやすい、イソップ童話の北風と太陽です。北風はどれだけ強く吹いても旅人の上着を剥ぐことはできません。表面的な手段では問題を解決することができないのです。ブリュッセルでテロがありました。原発が狙われていたとの報告も出ています。日本は大丈夫なんでしょうか。安保法制ができたことによってイスラム過激派は日本も敵となったと宣言しています。ここ東京もテロの危機が飛躍的に高まりました。アメリカではボストンのような平和な大学町もテロの標的になりました。京都が狙われるかもしれません。テロに対する警戒をいくら厳しくして北風を吹かせても、これを完全に防ぐことはできません。戒厳令を敷いて道路に出てはいけないことにしますか。安保法制を廃止して再び平和国家日本を世界にアピールすることこそ、今私たちの命を守るために最も明確で効果的な対応政策です。アメリカのある政治家は次のように言っています。自分の国がお金を使って自国の兵士がたくさん亡くなっているのは不公平だ。それなら日本にも金を出させて日本人にも死んでもらうのが公平だということになってしまうのでしょう。皆さん、私たちの生活を犠牲にしてオスプレイをたくさん買ってあげましょうか。自衛隊の皆さん、アメリカの言い分に従って命を捨てますか。これで日本が守れるんでしょうか。シリアで大量の難民が発生している原因は空爆を行っているからです。難民を追い出してもどこかに溜まっていくだけ、もしくは亡くなっていくのです。海に流れ着いた男の子のご遺体の写真も私は忘れることができません。表面的な施策に騙されてはなりません。保育園が足りなければどうしますか。総理大臣は匿名のブログは信用できないと言いました。与党の政治家は次に、保育士1人当たりの児童数を増やすと言っています。そんなごまかしは通用しません。何も現実を見ていない。保育士の方々はすでに過酷な労働と大変低い賃金に苦しんでおられるのです。これ以上負担を増やせば保育士になる人がいなくなります。ますます保育園が減ってしまいます。これが少子化対策ですか。市民の皆さん、どうか目先のことに惑わされないでください。消費税増税が延期されようが、南スーダン派兵が延期されようが、有権者に金がばらまかれようが、選挙が過ぎれば元の木阿弥です。私たちはもっと賢いはずです。3日経てば忘れるほど記憶力が悪いのは与党の政治家だけです。市民の皆さん、どうか野党共闘の足を引っ張らないでください。すでに特定の野党を支持している人は別の野党の候補者に投票したくないかもしれません。しかし、もし投票しなければ安保法制に賛成したのと同じ結果になってしまいます。私たちは自分が取った行動の結果に責任を持たなければなりません。良かれと思ってやることが逆効果となるなら、そのような行動は絶対に取ってはなりません。わがままは我慢、平和憲法を守り抜きましょう。日本は素晴らしい国です。京都には今毎日たくさんの外国人観光客の方々が来ています。大阪でも爆買い現象が続いております。みんな日本が好き、日本の文化が大好きです。一度でも日本に来れば日本と日本人がどれだけ立派だか分かります。そして尊敬の気持ちも持ってくださるのです。だから外国の人とどんどん仲良くすべき、観光客は留学生にもどんどん来てもらうべきなのです。これが現実です。
日本の良いところを知ってもらうのが積極的平和外交の一つです。うちに引きこもって外国人を排斥しようとするのは国賊です。3日前私はインターネットで前に公表しているブログのアクセスが1日で4万件を超えるということを経験いたしました。これはアポーセと直接関係がなくて兄弟の給与明細という記事なんですけれども、アクセスの記録を見て分かりましたことは、ネトウヨの人がよく見ているウェブサイトを経由してアクセスしてきた方は非常に少ないということでした。100人に1人もいません。100のアカウントでコメントを書いていても見たのは1回だけなんです。インターネットの上にはネトウヨの書いた情報がたくさんあるように見えるんですけれども、実際に存在している人の数はとても少ない。彼らは少数者、社会的な弱者であるかもしれません。だけどインターネットの、情報だけを見ているとそのようには見えない。情報に惑わされてしまいがちです。本当の事実を見るということが今私たちに求められています。情報操作によってごまかせる事実とごまかせない事実があるはず。私たちは今ここにこうして平日の、しかも年度末で忙しい時なのにたくさんの人が集まっているというこの真実を目の当たりにしています。このことを社会の人に、全世界の人に知ってもらいましょう。情報操作されない真実、これをみんなの口で伝えていきましょう。メッセージで伝えていきましょう。今本当の世論がどこにあるのかを示す時が来ています。今ここにあるのが真実です。私たちが動けば山は動きます。民主党が過半数割れになったことだってあるわけです。私たちの行動でぜひ今年山を動かしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手よろしくお願いします。じゃあもうちょっとだけ、もうちょっとだけってまだ1時間ですけどね。元気ですか？一旦この辺に入っちゃうしかない。戦争反対！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 Yes, we're gonna make it.
民主主義ってなんだ、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 立憲主義ってなんだ、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 民主主義ってなんだ、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 憲法を守れ、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 さっさと入れ、さっさと入れ、さっさと入れ、白紙に戻せ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 、やっぱキャスターが変わってかインタビューもしたいって言ってたんですけど、インタビューもなかなか映らないみたいな。でもそんなんでいいんですかね、映してほしいな。この間クローズアップ現代の最終回に、違う、あのアナウンサーが出た回の最終回、最近もうそういうのが多いですよね。アナウンサーの人が変わってしまう。キリンさんがあなたがいるから NHK は素晴らしいと言っていたのに。で、最終回出て嬉しかったんですけど、まあ5ヶ月以上シリーズのことは流せないと断られてきました。2-3 もあっちに行っちゃったこれから映るんだろうけれど、ラップ映るもやけど、なんかこういうニュースばっかり聞いてるともうダメだって話になりがちだと思うんですけど、でもしインタビューされたのであれば言いたいことをちょっと言いたいなと思います。なんで流してほしいのかっていうと、安保法制に反対する人は全国各地で消えたわけじゃないんですよ。もしかしたら今日テレビで見てるかもしれない、仕事があって平日夜は忙しいって人がいるかもしれない、東京には来れないっていう人がいるかもしれない、そういう人がちらっと見るんですよ。でそれで俺も頑張ろうかって思うわけですよ。声を上げるのは無駄じゃないし、昨年の夏のことが今にもつながってるって思えるわけですよ。ちゃんとその声を映してほしい、ちゃんとその声を聞いてほしい。この間民進党の決闘大会に呼ばれて行ってきました。ネクタイがないことを怒られ、夏が出ていることを怒られましたけど、まあ気にしてません。まあ僕を読むならしょうがないと。ちゃんと僕の大学院受験の時はネクタイ締めましたけどね。まあ産経新聞の面接に行く時はちゃんとネクタイ締めますよ。けどそこで言ってたのがちょっと悲しかったのが、国民と共に進むって言ってるんですけど、連合の会長とかが、まあ、国民の政治離れっていうのを本当に向き合わないといけないとおっしゃっていました。本当にその通りだと思うし、国民と共に進むっていうんだったらどういう風に進むのかっていうのをちゃんと見せてほしい。民進党のための民進党による民進党大会じゃなくて、その地域の人とか東京の人が、民進党大会あるんだったら見たいと思うようなものを見せてほしいと思いました。大体ですね、お答えでも言いましたけど、国会行ったら与党の議員が俺の目の前で孤立してるのに寝てるわけですよ。起きろよと、何寝てんだよと、あんたら仕事だろうと、俺らバイトしてたらバイトクビになるぞ、そんなことだったら僕がクビにするぞ。けどそうだったらやっぱり国民の政治離れじゃなくて政治家の方の国民離れじゃないですか。どこ
見て政治やってるんですかね。そうだ。だから映してほしいと思うし、声を上げてる人がいるってことがもっと分かってほしい。で、あともう一つ言いたいことがあって、まあ、なんか別にお前自衛官でもないのに自衛官の命のことを何を言ってるんだという人もいます。で、保育園落ちたの私だって言ったら、お前は保育園に落ちてないだろうと。お前幼稚園生かと、保育園生かと。違うんだと、そういう話じゃないんですよ。この国に生きてる当事者として言ってるんですよ。私だって俺だっておかしいと思ってるからおかしいって言ってるんですよ。そうじゃないですか。なんかこの国って困ってる奴らに、困ってるんだったらお前らなんとかしろってずっと言ってる気がするんですよ。貧乏人だったら貧乏人らしく抗議しとけみたいな。で、確かに困ってる人が自分で声を上げるっても大事だし、声が上げられないっていう環境だから少しでも声を上げていくのは大事です。でも俺は金持ってるやつも金持ってない人もおかしい時におかしいって言っていいと思う。だから言いたいのは、なんで俺たちが声を上げて政治家の人が声を上げねえんだって話ですよ。おかしいでしょ。俺たちも声を上げるから政治家の人も声を上げてほしい。消費税は 5% ぐらいにしてほしいな。いるか、消費税を何のために使うのかっていうのをちゃんと説明してくれたら考えるけど、何もな、だって軽減税率一緒にやるんでしょ。軽減税率一緒にやって今何言われてるか知ってます？ 10% に上げたら税収下がるとか言ってるんですよ。消費が冷え込むから。めちゃくちゃでしょ。だったら軽減税率しなかったらいいじゃん。だったら消費税上げなきゃいいじゃん。っていうか、普通の暮らしのために何か物買ったら税金を取られて、なんで会社の超金持ってる会社の法人税は下がるんですか。金持ってるとこから取ってほしいな。困ってる人からこれ以上もう取らないでほしいな。自己責任って言うけど、その個人の責任が取れるような社会にもなってないでしょ。なんでただ大学行くだけでこんなに借金のこと考えないといけないんですか。奨学金って聞こえはいいけど要は学生ローンでしょ。なんで月々の利子のこと考えなきゃいけないのか。ぼったくりですよ。だからあれはローンって言いたい。学生ローンですあれは。この国の未来のために投資できなかったらこの国の未来はない。当たり前だけど、次の世代が生まれてくることを祝福してあげてほしい。なんか日本経済はダメだからとか、この国はもう終わってるからとか言って生まれてくる子たちはかわいそうだと思う。でもかわいそうだって言われて育ったけど23までなれたからこの国にも感謝してる。俺は戦争しないこの国が好きだ。戦争しないでほしい。人々の暮らしに税金使ってほしい。政治は国民の方を見ててほしい。そしてメディアも別に不干渉じゃなくて神様目線で俺たちのこと見てるわけじゃないでしょ。いつもヘリコプターの上から見てるんですか。あ、今日は多いなと思ってるんですか。違いますよ。一緒に暮らしてるんですよ俺たちも。さっきからエイトスピーチのこと言ってるのも一緒に暮らしてるんですよ。もうこの国にはいろんな人が来るんですよ。もういろんな人が一緒に生きているんですよ。共生って言葉を、そこに生きるね、共生って言葉を自民党の人も民進党の人も言うけど、その意味をかみしめてほしい。いろんな人が一緒に暮らしていることがイノベーションだって言ってほしい。いろんな人が、人間が人間らしく生きることを経済だと言ってほしい。みんなの暮らしに平均使え。みんなの暮らしに
しようよ。投票しようよ。投票しようよ。Yeah.
正直自分がいたりして、でもどっか見てろよって思ってて、絶対音楽変わるって思って、それを信じて僕たちはここに毎週毎週通い続けたわけじゃないですか。でもしても何も意味がないっていうやつもいっぱいいました。ただそういうやつ言いたいんですよね。現状を見てみろと。現状を野党が共闘して今僕たちの運動に政治がついてきてるじゃないかと。それを引っ張ってるのはここにいる市民一人一人がそういった日本の政治を作り出してるんだって、現状を見てみろよってすごい言いたいんですよね。だから今日ここにこうやって安保法制が施行された後も集まってきていることは意味がないわけがないんですよ。だから今日も集まって、また来月もどっかで集まって、また参院選の前にみんなで日本盛り上げて、早く安倍さんに降りてもらいたいと思います。言うこと聞かせる番じゃ俺たちが、誰もわかんない。だって例えば1年前想像できた人いますか？国会前に10万人が集まるっていう光景がこの国に生まれるってことを想像できた人なんていないと思うんですよ。たった
ただの大学生が国会の中で参考人として口実人として呼ばれることのを想像できた人もいないと思うんですよ。野党第一党の新しくできた野党第一党の決闘大会に大学生がいて喋るなんてことを想像できた人はいないと思うんですよ。これからこの社会がどうなっていくかなんて僕たちは分からない。だからこそ僕たちはここに集まってその間強くなるっていう可能性にかけてるんじゃないですか。だからデモとか大戦とか路上に出てくることに意味がないっていうやつに対して僕たちは見せつけなければいけないんですよ。教えてあげなきゃいけないんですよ。世の中絶対に変わる、絶対に市民が動けば変わる。それをもうこれからもやっていきましょう。僕がここで今言いたいなと思ったことがあって、今ここすごい人がたくさん集まってて、すごいなんか勢いあるじゃないですか。でもちょっと日本の片隅見てみると、僕鹿児島の出身なんですね。地方っていうのは今どんどん経済的な格差とかも進んできてて、例えば東京と神奈川ってワーキングプアの割合ってほとんど 0% なんですよ。でもそれが例えば九州だったり東北だったりとか見ると 15% から 20% になる。沖縄だったら 25% とも言われます。でこういうふうに地方とか、あるいはこれジェンダーの格差もあるんですけど、いろんなところで経済格差っていうのが進んでます。それもなんか SNS は絶対起きない。そんな時に経済的徴兵制なんてバカじゃないのって言ってる人いるけど、これからの社会で自衛隊が優遇されるんだとしたら、戦地に赴くそうだとしても自衛隊行くって人はたくさん出てくると思います。なんか SNS とかなんで、なんか戦争とか徴兵制みたいな言葉っていうのはすごく遠くにあるようなものだった気がしてるんですけど、すごい近くまで来てると思うんですよ。で実際戦地に行かなかったとしても、実際社会保障だったり、まあ経済だったり、そういうものが権力者によって都合のいいように使われて、そして一部の人たちが不遇な目に遭うっていうのはいろんなところで進んでるじゃないですか。もうこういうものは今トータルで全部の問題に対して対抗していかないと、もう本当にこの社会がダメになってからじゃどうしようもできないと思います。今言わないとこの社会持ちませんよ。だから何としても僕次の選挙勝ちたいんですよね。特に衆院選のまず補選で絶対に勝ちたい。北海道で勝ちたい、京都で勝ちたい。ここ2つ勝てたら一気に流れが崩れるように、安倍政権崩れますよ。今ね、まだ北海道とかだと4月24日選挙あるんだみたいな人もいるらしいです。京都も同じような状況だっていうの聞いたことあります。なんでみんなで盛り上げましょう。勝ちましょう。そして一気に崩しましょう。下ろします。あとはなんかそれ、アップはやめろ、みんなの暮らしに税金使え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 、自衛隊の命を守れ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 、自衛隊をあれするな、自衛隊をあれするな、自衛隊をあれするな、自衛隊を
位置行きます。ラッキーです。シールズの本間信勝君です。よろしくお願いします。こんばんは。審査最高だった。筑波大学3年の本間信勝と申します。よろしくお願いします。うまい具合に18、19の時は選挙なくて20歳の時に安保法制が、今日施行されました。でもやっぱ動いてたりとか施行されました。遠くの友達とかこのことの持つ意味の重さをどう言葉にしたらいいのか、いろいろ考えたんですけども、正直分かりません。一つだけ言えることは、自衛隊は今後さらなる派兵やその任務拡大によってこれまでより非常に大きなリスクと向き合うことにならざるを得ません。やっぱこれは簡単に言うと、これから自衛隊は戦地で実際に人を殺したり殺されたりするというリスクが非常に高まるということです。みんなで決めた決定をに例えば南スーダンでの活動、いろんな活動を今でも行っている自衛隊ですけれども、今後任務拡大を通して武器と防護など本当に駆けつけ警護ですね、駆けつけ警護など本当に人を殺したり殺されたりするようなことが本当に起こってしまうかもしれません。正直僕にはそういう光景がどういう光景なのか想像ができません。考えたことなかったから、こんなにも簡単に人間を戦場に送ってしまっていいのでしょうか。一体何のためなんでしょうか。日本を守るためですか。日本の平和と安全を守るためですか。僕にはわかりません。憲法を無視して去年の夏あんなに強引に通された安保法制についてまだきちんと説明も聞いていません。それもすごくわかるんですけど、でもみんな18歳だ。僕はおかしいと思います。20歳で初めて選挙、こんなことは絶対におかしい、間違ってる。少しずつ忘れていくことを見越してるんならそれは間違いですよ。現政権の選んだ道は間違ってる。戦争で死んでいい命なんて一つもないですよ。まあそうは言っても俺たちは忘れないし諦めない。今年の夏の選挙も負けない。俺たちにはまだできることがたくさんあります。でもなんていうか、初めて関わるその瞬間しか法が施行された、法が施行された日の夜に始まるものがあるんですよ。例えばなんかあの国会議事堂の中身を俺たちの手で変えましょう。俺たちの手で変えましょう。俺たちの代表へ、俺たちが選ぶんですよ。あの場所は、あの建物は本当は俺たち一人一人のものなんですよ。偉い誰かのものじゃない。権力を持っている一部の人のためにあるんじゃないんですよ、あの建物は。俺たちがちゃんと選んだ、俺たちの声で選んだ代表が俺たちの未来をより良くするための場所なんですよ。一部の人たちが勝手に説明もせずに、ルールも守らずに、強引に数の力だけで法案を通して未来の現役世代を、今の若者を戦場に送るために、あの国会議事堂があるんじゃないんですよ。俺たちの税金は、国民の税金は、国民の暮らしを豊かにするためにあるんですよ。一部の人たちの利益のためじゃない。決して戦場で誰かを殺すためにあるんでもない、誰かに殺されるためにあるんでもない。政治ってのはみんながよりよく生きるためにあるんですよ。なんだか政治ってそんな立派なものだと思いづらくなってると思います。政治って言葉を聞くとなんかこう汚くてドロドロしてて、利害関係がいろいろあって最終的には人間関係で決まるみたいな、そういうものだと最近勘違いしてるけども、本当はそうじゃない。政治は俺たちの暮らしをより良くするためにあるんだよ。この国の政治をちょっとでも良くするために今年の夏選挙があります。何か関係があるんですか。俺たちの未来を選ばなきゃいけない。軍隊持ってて核兵器持ってる、他人任せしちゃいけない。俺たちができることがたくさんある。もちろんそれは投票に行くこともそう、投票に行くだけじゃない、
ちょっと明けちゃうこともあるし、不甲斐ないところもたくさんあるけど、今野党が頑張ってますよ。いろんなところで手をつないでる、いろんなリスクを背負って国民の声に応えて、今野党共闘がいろんなところで実現してってますよ。諦めちゃいけない。俺たちは無力じゃないんですよ。その野党共闘を下支えしているのはここにいる俺たち一人一人のこの声なんですよ。あの野党を頑張らせなきゃいけないんですよ。あの野党を与党にしなきゃいけない。北朝鮮もあの野党を与党にするために政権交代もしなきゃいけない。本当にそうですよ。これを実現させましょう。去年の夏、誰も想像しなかったことが実現したみたいに、あの国会議事堂の中身を国会の外側から変えるんですよ。その力をもう俺たちは持つ。そのための準備も整っている。あとはやるだけだ。あと今日のニュースで、まあ、首相が旧型奨学金について何か言ってました。果たして日本の安全を守る、本気でやるつもりあるんですかね。70年間やってきたんだから、どんな人が証言になるのか、これからこれまで借りてた人たちをどうするのか、何にも言ってないんですよ。旧型奨学金やりましょう、言ってるだけですよ。ポーズしてるだけですよ。舐められてるんですよ。俺たちはやるっておかしいわけじゃないですか。いい加減国民の面でも大概にしろ。俺たちは怒ってるんだよ。この国の政治をもっと良くしてほしいんだよ。俺たちの声をちゃんと聞け。どっちが日本の意見にすべきなんじゃ。あの国会議事の中で粉砕返ってる連中を全員落としましょう。それをできる力を俺たちは持ってる。諦めちゃいけないですよ。ここに今日来れなかった人たちもみんな戦ってますよ。今北海道で京都でこの動きをちゃんと全国に可視化していきましょう。 Facebook でいいにするだけでもいい、シェアするだけでもいい、 Twitter でリツイートするだけでもいいんですよ。こんなの1分かかんないですよ。1秒2秒ですよ。俺たちにはまだまだできることがたくさんある。だって10万人の人たちがいいねをしたら10万いいねですよ。そりゃそうですよ。この前安倍晋三さんと小泉進次郎さんのフェイスブックページ見たんですよ。まあ 1.2 万いいねとかだったんですよね。全然変えられるじゃないですか。10万人がいいねを押したら10万いいねですよ。国会前にこれで300万人が押したら300万いいねじゃないですか。そういうことやっていきましょうよ。ここに来れなくても北海道に行けなくても京都に行けなくてもできることがたくさんあるんですよ。パフォーマンスやっていきましょう。やれることがたくさんある。そして今年の夏、俺たちは俺たちの未来を選び取る。自衛隊が戦死しない社会を、そして俺たちの税金がきちんと俺たちの生活のために使われる社会を実現するための代表をあの国会議事堂の中に送り込む。そのためには野党の政治家たちもちゃんと応援する。だから政治家の人たちみんな聞いてください。俺たちの声を聞いてください。俺たちは怒ってるんですよ。絶望なんかしてない。俺たちはあの国会議事の中に行われてるうんざりするような答弁とうんざりするような説明にうんざりしてるんですよ。怒ってる。この政治を本当に変えてほしい。変えるために今年の夏俺たちはみんな選挙に関わりますよ。政治家の人たちも覚悟を決めてください。俺たちの声に応えてください。衆参合日程あるかもしれないけど舐められてますよ。けどかかってこいとも思います。衆参合日程あったら本当に政権交代を起こしてやりましょうよ。この国の未来を選び取りましょう。できることはまだまだたくさんある。本当にサボらず、ここに今日来た一人一人がサボらずに Facebook でも Twitter でも自分の地元の候補者でも応援していきましょう。よろしくお願いします。まだまだやることはたくさんありますよ。できることもやるべきこともまだまだたくさんある。ちゃんとやっていきましょう。言うこと聞かせる番だ俺たちが。言うこと聞かせる番だ俺たちが。
¡Gracias!
Yeah.
守れ、憲法を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 守って、憲法を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 守って、戦争しないで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 、安倍さんやめて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 、やっぱりさっきそういうこともいろいろ言いましたけど、中では本当に頑張ってる人がたくさんいます。世界多分ここにいる人たちが頑張ってきた人たちなんじゃないかなと思うんです。今やで、ね、なんか視聴率も取れてるのに、もしくは雑誌とかも売り上げはあるのに、編集長が変わっちゃったりとか、そういう話多いですよね。でもそれを支えていきましょう。なんかそういうのも大事だなって最近思いました。なんか民進党に長島さんっているじゃないですか。あの人がですね、面白かったんですけど、僕も昨年いろいろ勉強して変わったからと自分会議辞めたんですよね。辞めました。だから、金子さんとかもね、結構民進党で辞めた人いるんですよ。なんかそれは心から本当に変わったか知らないですよ。選挙通ったらまた戻ってるかもしれないですよ。だけどそういう政治家のことも叩きながら、でもよくやったと言いながら頑張りましょうって一応握手しました。音声配信しましょうねと言ったら笑ってました。僕だけあんまり偏りすぎないようにって注意されましたけど、お前が偏りすぎたよと思うこともあるんですけど、政治家の先生ですからね、あまり握手してニコッとしてあげましたけど、皆さん何言ってるかね。ちょっと長い時間講義してたんで、あと10分ぐらいで終わったら皆さん終電で帰れると思うんで、10分だけやりましょう。で、さっき10万いいねを連呼するやつがいたと思うんですよね。ブレスレット1回言ったら分かるわと思ったんですけど、10万人がいいねしたら10万いいねですよ。その通りけど、俺10万いいねよりすごい方を知ってるんですよ。昨年っていうか前回の選挙で野党に入れた人たち2000万人以上います。2000万人ですよ。で、思うことは、今年は選挙に行くだけじゃなくて、選挙に投票する瞬間だったら2秒ぐらいで終わっちゃうんで、選挙にも関わってほしいということです。その中にはいいねということも含まれております。ぜひ池田真紀さんと泉健太さんのことも、選挙に行こうって僕言ったんですよね。公職選挙法上池田真紀さんのことを知ってほしいと、応援してほしいと、そう言ってるわけです。なんで補選も近いことですし、選挙行くだけじゃなくてどこまでのことできるかってやってみましょう。きっと政党の事務所に行ってですね、できることありませんかと、ボランティアやりたいと言うとですね、60歳ぐらいのおじさんが出てきてですね、これやっといてみたいな言うもんですよね。そうするとすごいムカつきませんか。お前は仕事でやってんだろうと、俺たちボランティアで来てんだぞと思うと思います。だけどそれで喧嘩しながら俺たちの言うことを伝えていきましょう。野党は共闘、野党は共闘、野党は自由だ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 、野党は共闘、野党は共闘、選挙に行こう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 、安保法制絶対入るよ、安保法制絶対入るよ、安保法制絶対入る、安保法制絶対入る、事件と応援
安保法制絶対廃案。安保法制絶対廃案。安保法制絶対廃案。危険と法案制絶対廃案。危険と法案制絶対廃案。まあ進学であるとか、まあ、一瞬抜けたりとか今年の春にも抜ける子たちがいます。でもなんか俺たちは俺たちの日常こそを武器にしたいなと思ってます。俺たちの生活こそ大事であって、運動のために生活はないし、この国のために生活はないんですよ。生活のためにこの国があるし、生活のためにこの国の政治があるべきだと思います。なんでできる範囲でできることをやりましょう。国会突っ込めって言ってくるおじさんがまだいるけど、たまになんか捕まったりするんですよ、居酒屋とかで。これだけじゃん誰って感じなんですけど、けどやれる範囲でいいと思います。で別に命をかけて戦えって言われるんですけど、そんなために命はないんだな。平和で生きたいって、そういうために命があるんであって、運動のために命があるわけじゃない。去年の夏俺死んでたらここで声上げられないだろ。続けていきましょう。戦争反対、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 安保法制絶対廃案、安保法制絶対廃案、安保法制絶対廃案、安保法制絶対廃案。自衛隊よ、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 
って憲法を守って憲法を守って憲法を守って憲法を反対憲法反対憲法やめろ10万いいねも選挙に行きながら選挙に関わることもやりましょう。そしてあのまだビビっている野党の方々に共闘した方がお得だよと、そして国民と共に進むんだったら俺たちと一緒に考えてほしいってことをもっともっと言いましょう。あとなんで今日みんなの暮らしに税金使うっていうのは何回も言ったと思うんですけど、やっぱ俺たちの生活があって俺たちの一人一人の人生があるから戦争ってのが嫌だなって思ってるってことを強く言っていきましょう。なんか安保税反対したのに今度は保育士の話みたいな、そういうことじゃないんですね。一緒なんですよ。だから俺も保育園落ちたの私だって思ったし、自分のまだ見てないけど息子がなんか娘が生まれたら、あの俺の時には保育園の全然なかったんだけど、お前らの時代にあってよかったって言いたい。30年後ぐらいに自分の息子とか喋ってる時には戦争100年してこなかったんだってことを言いたい。そういうことだったらずっと言ってるけど、あの別にポーズって言ってるわけじゃない、本気で俺たち変えたいからやってるんですよ。そういうのを見せてるんですよ。自分たちが動くことで社会は変えられる、そして変わってる。全然無名の学生たちが10人ぐらいで居酒屋入って、まあ、デモとかやってみるかって思ってここまで来たんですよ。みんな出身放ってください。大体ここから見える人は俺ら名前を知ってる人ってほとんどいないですよ。皆さんもそうでしょ。知らない人同士でここまでできるんですよ。そのことに希望を持とうじゃないですか。さっきインタビューの中で18歳が選挙権を持つことはどう思いますかと、いや、まあ、あんま分かってない子たちが関わることが、不安はないですかって言われたんですけど、分かんないですよと。俺たちの世代よりもっと上の世代よりも新しい政治のあり方を考えるかもしれないですよ、18歳は。この間保育士になりたい高校生がここでデモやってましたよ。これすげえ嬉しかったっす。なんかやっぱ保育園っていう問題なんで政党のこととは選挙のこと関係なくロビングやっていたりとか自民党の人にも呼びかけるって言ってましたけど、でもやっぱそういう俺たちが辞めても
そういうカルチャーは根付いていってるんですよ。無駄じゃなかった、やっててよかったと思いました。これで変えられて変えていきましょう。保育園落ちたの私だ、保育園落ちたの私だ、保育園落ちたの私だ、みんなの暮らしに税金使え、学費下げろ、学費を下げろ、給料上げろ、給料上げろ、増税するな、増税するな、増税するな、戦争反対、お疲れ様でした。また会いましょう。終電がやばいっすわ、ダッシュで。お疲れ様でした。戻りますよ。仕事ありますよ。皆さん乗ってください。